青木さんがそういうことになんかちょっと違和感があるからこれがあのファリーダのね、うん、OT62 あのどっちもあの J45 タイプだけど62と OT64 何が違うかってこっちはマホガニーサイドバックで、うん、そっちがメイプル、うん、メイプルねちょっと珍しい、うん、あんまりあの出てこないけどネックもね、うん、メイプルでかっこいいでしょね、はい、フレームはないけどメイプルですね、うん、これはね、はい、うん、でちょっと音があのだいぶあの違う感じで出るから、うん、あのメイプルはほとんどはないから多分あと中国の工場にあと数本あるかどうか今回ちょっと珍しく入れてみたけどあのちょっと音をじゃあ聞かせてください。大きいのでやっぱりすごい豊かな、うん、そうですね。でメイプルのちょっと明るい感じの、うん、あそうね、はい、うん、メロディー弾いても力強い、うん、ちょっと説明しにくいけどあの、うん、やっぱりマホガニーと違うからちょっとこっちも、うん、全然違うねどっちもいい音だけど、ちょっと芯が太い感じがするかな、うん、これは中域がちょっと豊かな、うん、まあギターらしい、まあ、ギター中域が豊かだと弾いてて気持ちいいとか、うん、一弦がいい音するね、うん、そうですね、うん、ファリーダはね安くて素晴らしいね。スコットの店で何本かファリーダ弾かせてもらったけど、うん、いいよね。そうですね、いろんな、今もね結構いろんなバラエティある、あの LG1 タイプ の、 あの OT22 で、あとそれのワイドワイドナットもあり、あと62、64で、あとあの O18 スタイルのね OT12 もあります。あのこんなにあの、まあ、今はあの新しく入れてるのはうちだけだから、ぜひあのよかったらあのご注文ください、うん、すごい弾いてて、ね、うん、あのどんどん発想が豊かになるというか、そうですね、まあ、これはまあ J45 タイプで、まあ、そういう あの匂いはしますね。ちょっとまたギブソンと違う音ですね、うん、はい、でギブソンの値段でこれを4本ぐらい買えるから両方あってもいい。これおいくらぐらいなんですか。これ7万円、はい、うん、それは安いんじゃないですか。新品でね、はい、安いでしょ、はい、そうですね。だからあの今5種類あるけど、ほぼ J45 の1本で5種類をこっちで買えますからいいかも。あとこのファイアストライプのピックアウトもなかなか、うん、ね、まあ今フィルム貼ってるからちょっとあるけど、あの外の店はそういう、あ、そうですね、多いかもしれないね。あのアイリスのギターもみんなそうですね、かっこいいよな、フルイギブソンのスタイルね、うん、あとこういうのもあのブリッジもね、古いタイプのその50年代 の、 あのタイプ の、 いかあの以前のタイプのブリッジで、うん、はい、
まあ、よくできてると思います。はい、もう音がすごいしっかりしてる。この辺はね、ハードケースもついてる。何ハードケースも、はい。横原、別売みたいな。そうそうそう。そうじゃない。なかなかね、いいです。はい。あと数秒だけこれもう一回思い出すために、うん、メイプルはどの音だったかな。あ、違いますね。やっぱパーンと明るい。そうですね、うん、これも好きだけどね、僕は。この音も太いよね。うん、そうそう、太い、しっかりした芯の、うん、T62 と64です、はい、兄弟みたいなね、うん、魅力的な一本でした、はい、よろしくお願いします。